てるんですけど全然ボブサップなんか尿立ちでどんなんなんなんだみたいな感じで立ったはるんですよで結局グダグダになってもう前のね前日みたいな感じですよねグッダグダになってほらなーと思って結局こんなんなるやんかーと思ってうんなんやろボブサップが尿立ちしてるまま覚えてろなろーって言ってマイクドーン出て,言って逃げ帰るように。 控えす、ファーって戻って。で、戻ったら、あの、ディレクターさんに、もう一回リングリング行ってくださいって言われて、もうそこはもう、嫌いや,いやもう無理無理動かへんし、もうこんな無理やって、こんな状態で戻ったって、って言って。もうほぼほぼ初めてちゃうかな <laughs> もう一回行ってくださいって言って、無理無理こんなもう、もう絶対無理こんなもう一回行っても絶対無理,無理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 って言って。もうぐだぐだのまま終わって。 で、ほんで、結局なんやろうな。あのー、とりあえず収録はそこで終わって。で、ニコ、ニコ、えー、ニコ超会やから、ニコニコ動画のあれの、わーってほら、出てくるやん。文字。で、裏で見てて。なんか、わー、書き込み出てくるやん。え、これどうすんのなになになにどうやって終わらすんだよ、これ。<laughs> www。www。どうすんのこれじゃ無理だろう。 な、何やってんだよ、これ。っ <laughs> て流れてきて。そんなん見てたらもう行ってくれ、言われても。いむりむりむりむこんなそんなんもう行けるかいな言うて。ほんで、終わってから、あの何、ー、やろ。全員がさ、加藤さんとかもそうやけど、あれどうしたらよかったんだよ。これ、あれだな三3、4日悩むやつだなって言いながらさ、ロケバス戻ってきて、結局どうしたらよかったのかなってみんななんかさ、 後味悪い感じでど、どうしたらよかったのねどれが正解なんみたいな。で、言い出して、で、結局、へー,へーみたいな感じで、難したって言ってで、帰ったんですね。その後、どうもその、えー、めちゃイケスタッフが、半ばちょっと監禁されて、ボブサップ側に監禁されて、<laughs> ボブサップ側はどういうことやねみたいになって、 なんか、その、スタッフさん曰く聞くところによると、ボブサップは、もう、契約上、プロレスの技、プロレス技みたいなのはもう、かけたあかんっていう、エージェントなのかなんか分からへんけど、今回は、そういうのかけたあかんっていう契約になってるんですって。それを乱入してきたやつに、僕、僕みたいなやつとか、有野とか加藤さんに、 かけれるわけないじゃないですか。プロ、プロじゃないのに。プロレスラーでもないのに。だからボブサップが途中で二王立ちになったんです。<laughs> 何にもしてけへん。契約やから、それは。アメリカって何でも契約じゃないですか。だから何もせえへんっていう、契約違反になったらあかんっていう、ボブサップの真面目真面目な感じが出て、ただただ、もうグダグダになって終わっていったっていう。<laughs> で、ずっと、あの、 めちゃいけのスタッフには「アマチュアアマチュア」って言ってボブ・サップがずっと「アマチュアアマチュア」って言われてるすね当分またもプロレスも出られへんわも <laughs> しき切り萌えの東京ディスカバリー今日のテーマは「私と唐揚げ」ですあなたと唐揚げについて教えてください40点岡村隆の「オールナイトニッポン」今週のインパルス さあ、今週のインパルスですけれども、メールでいただきました。神戸市のジャガーさんからいただきました。今週のバカリズムさんのオールナイト日本ゴールドにて、バカリズムさんが選手のスペシャルウィークへの出演を振り返って、とても楽しかったし、共感することも多かったが、岡村さんのことは芸人さんとしても、とても尊敬しています。一人の男性としては、でもこうなりたくない。早くこのレールから外れなきゃいけないなと思ったと話していました。岡村さんは今やど 独身風俗芸人の鏡であり反面教師になったんだなと思いました <laughs> えっ、ー、もうなんかあのー、胸張って帰ろうやって言うたけど家帰って冷静になったらあんな人になりたくないなって <laughs> 思ったんかな楽しかったけどねなんかその風俗あるあるとかいろいろでもバカリズムさんかちょっとやっぱおかしいよねなんか傾いてるよね傾いてるなんか行った後 あれが、あれが滑ってやったんちゃう行った後はもう逆バンジーで飛んで行ってほしいって。飛んで帰ってほしいっていう。あれを全国36曲ネットで言う,言うてしまうっていうさ。あれはやっぱり心の中で止めとかなかんかぐらいのことを言ってしまうっていう。なんか、それあると思うよね。でも多分だから、あのー、バカリズムも多分抜け出せないと思う。 このまま多分そうやって、あのー、風俗と女に続けていくねやと思う。もしそうじゃなくなった時、おそらくバカリズムのセンスって音を立てて壊れていくんやと思う。<laughs> 今バカリズムのセンスを支えてんのは風俗であり主因であるっていうことを肝に銘じといてほしい。これをバカリズムさんのオールナイトニッポンゴールドにお返しします。<laughs> バカリズムのセンスを支えているのは風俗とオナニーであるってこと。それを、あの、自覚していただきたいと思います。頑張ってください。これからも。えー、大阪府の高槻市肝章からいただきました。 選手の放送で、えー、エロい女は身長が低いという説が話題になっていましたが、昔、やりすぎ工事で東野さんが、えー、風俗上リトルガール説を主張していて、全国の風俗店で調査したところ、20代女性の平均身長158.1センチに比べて、えー、1センチ以上、えー、低いことが分かりました。 風俗の方。他にもアンケートの結果、身長の低い女性の方が、推しが弱く、エムケが強いということが判明した。だ実際やっぱちょっと、小柄な人の方がエロいっていうことなんですね。風俗してある方も、約平均より1センチ低いっていう。だから、あながち間違ってないんですよね。だからそこ、エロい、エロい体の中のエロ、 満タンやっていうことですね多分大きかったも許容量はほぼ一緒っていうことかなどういうことや分からへんけどちょっとみんなであれあれ,あれしてよこれは、ね、分からへんこれは分からへんけどでもとにかく背が低い人の方があれはあのエロいっていうことですだ男性もそうなのかっていうことですよね でも男の方が嘘ついたりするからねほんまに人数とかにも比べても女の人の方が言うよねちゃんと嘘言わんと男見えはったりするからねあの K ディレクターとかもそうでしたけどもうん、うん、なんか昔の何人やったりだだけで、ね、1000ぐらいやった言うてちんちん取れてるっちゅうのほんまにそんなんやったら。 でもこれだから、あの、あながち間違ってない説ですよね。言うてみたら1センチ低いっていうのは。えー、男もちょっと調べてみないとダメですけど。世田谷区ペンネーム、ガラスのハートからいただきました。えー、ジャルジャル後藤さんの父、後藤慶事氏が大阪府吹田市長選挙で現職の井上氏を破り当選したそうです。そやね、後藤のお父さんが、あの、市長さんになれはったんですよ。 めんどくさいですけどね、ちょっとね。なんか。だから言うてましたもん。だから、あんまり、その、何選挙期間中、あんま言わんといてくれ、みたいな。だから、それ、ちょっと言われましたよ。名前とかあんまり出さないように、いじらないようにって言って、えー、言うて。まあ、今はいじ、いじってますけどね。順平とこ、あれあれな、市長さんならってんな、って。金ばらまいたんやな、って。ち <laughs> ゃいますよ、 いうあのネタはできてますけど、ね、選挙カーでなんやろ大丈夫やな鵜久市場のとか痴漢みたいなことしてないよな <laughs> 言って、まあ、言われんぞ言って結局最終的に「いつまでいじめたら気が済むんだ!」<laughs> って言わなあかんになるぞ言ってノックさんみたいになってもねあれですからでも偉いもんですよねどういうあれで。 スイータってだってあれですよ。うちの相方スイータやしね。で、本田圭佑とかもスイータやし。結構スイータの人いっぱいいますからね、有名人。なんかあんのかななんか行ったらなんかしてくれはんのかなお茶でも出してくれはんのかな師匠言ったら。大したもんやと思いますけどもね。えー、以上ですかね、今日は。